福岡ヤフオクドームからお伝えしてまいります。福岡ソフトバンクホークス対広島東洋カープのゲームです。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。西さん、今日もたくさんのお客さんが入りました。プロ野球選手冥利につきますよね。そうですね、たくさんのファンの方の声援が選手の力になりますから、こういった球場の雰囲気をいつも作ってほしいですね。そうですよね。まずはホークスの先発和田がヤフオクドームのマウンドに上がります。ベテランらしく巧みに立ち上がってほしいところです。西さん、1番バッターというのはどのような気持ちで打席に入るんですか？そうですね、後ろのバッターにですね、勇気を与えるようなそんな打席にしたいという思いで自分はやってました。なるほどね。初球空振りです。打ちました。セカンド取った。アウト、ワンアウト。バッターは2番に入っている菊池。和田、まずは先頭バッターを打ち取っています。空振りです。引っ張った。今宮、アウト。ツーアウト。バッターは3番の鈴木。ツーアウト、ランナーありません。この回の和田、4球でツーアウトにしています。すごくいい内容で投げていると思いますよ。はい、そうですよね。インコース打ちました。いい当たり。これはどうか。ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。ツーアウト、ランナー二塁。さあホークス先制のピンチです。やはり先取点を取られると相手に主導権がいきますから、ここはしのいでおきたいですね。そうですよね。ただこういった場面でも力を出せるピッチャーですから、期待していいんじゃないでしょうかね。はい、さあここはしっかり抑えたいところ。いいところ、すぐに追い込みました。さあ外してくるのか。打ちました。レフトに上がった。ここは打ち上げています。これは平凡なレフトフライ。最後はレフトフライ掴んで3アウトです。さあこれが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。先制のチャンスがあったカープですが、そのチャンスを生かせませんでした。1回の裏、これからホークスの攻撃が始まります。ホークスはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますカープはご覧のような守備陣です。カープマウンドに上がるのは先発のジョンソン。どんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。牧原が打席に入ります。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。高めのボール、これはどうか。この打球は落ちるか。どうだ。センターが取りました。バッターは2番に入っている今宮。まずはワンアウトを取っています。インサイド見送っています。
しました。大きな打球になった。さあどうだ。左中間を深々と破るヒットになりました。バッターランナーは二塁まで進みました。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー二塁となりました。これが1球目。インサイド落ちました。これはどうだ。ライト前ヒット。ホームに送球する。チャンスを広げていきます。ランナー三塁一塁となりました。バッターボックス柳田。さあしっかりとつないでチャンスの場面を迎えています。いい形でつなげましたね。さあホークス一打先制のチャンスです。これが初球。初球ストライク。ここは少なくとも犠牲フライは打たないと。打ちました。弾き返した打球はセンター。サードランナータッチアップ。サードランナーホームイン。ホークス1点を先制しました。犠牲フライを決めてきました。1対0。ホークス試合の主導権を握ります。さあご覧いただきましょう。犠牲フライで先制です。いいところに打ちましたよね。犠牲フライになりました。まずは1点をもぎ取りました。バッターボックスには指名打者のデスパイネ。ホークス見事先制点を挙げています。西さん、先ほどは鮮やかな先制点でしたね。うん、そうですね。理想的な形ですよね。さあこの勢いをこのまま続けることができるか。アウトコース外れます。改めてお聞きします。バッターのデスパイネ、バッターとしてはどういう特徴がありますか？まあインコースでもアウトコースでも放り込めるバッターですから実に厄介ですね。なるほど、そうですか。これで3ボール厳しくなったか。そうですね、バッターをね意識しすぎたかもしれません。ああそうですか。これでフルカウント。次が勝負の1球になります。ここからは確実に狙っていきたい。打ちました。菊池一塁送球。一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回ホークス犠牲フライで先手を取りました。1回終わって1対0。ホークス先制です。2回の表追いかけるカープの攻撃。バッターは DH 長野。ホークス1点リードで迎える2回です。さあ初球は何か。インサイド落ちました。この当たりはどうか。ライトが取りました。ワンアウトです。バッターボックスには6番阿部。和田、まずは先頭バッターを打ち取っています。先発ピッチャー和田、そしてキャッチャーは甲斐。このバッテリーをカープ打線がどう攻略していくか。最初は変化球できました。打ちました。これはどうか。取った。一塁送球します。ツーアウトになりました。バッターは7番に入っている相澤。ツーアウトランナーありません。この回の和田、早くもツーアウト。まだ3球しか投げていません。そうですね、理想的なピッチングだとは思いますよ。はい、そうですよね。最初は変化球できました。
いやー、角度のあるクロスファイヤーいいですね。はい、高めのストレート、ストライク。これが3球目。インコース決めました。ワンボールツーストライクです。インサイド落ちました。三遊間抜ける。同点のランナーを出してしまいました。ツーアウトランナー一塁、バッターは小園。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球空振りです。惜しいですね。はい、外の変化球わずかに外れてボール。さあ3球目は何か。インコースへの変化球、ストライクです。ワンボールツーストライクです。ファウルになります。次は他の球の方が無難でしょうね。なるほど。高め打ちました。これはどう？あっと取れない。ホークスピンチになりました。ツーアウトランナー二塁一塁。さあ、そしてバッターボックスには野間が入ります。さあ一打同点という場面です。ここはしっかりしのいでこのリードを保っていきたいですね。なるほど、そうですよね。初球は何で来るか。やはりピンチになると初球も慎重になりますね。なるほど、そうですか。いいボールですね。インローのストレート、力のあるボールです。このストレートは外れています。4球目は何で来るか。外のボール打っていった。掴んでスリーアウト。追いつくことはできませんでした。さあご覧ください、先ほどのプレーになります。同点のチャンスがあったカープですが、そのチャンスを生かせませんでした。1対0、ホークスが1点差を守っています。2回の裏、ホークスの攻撃。6番バッター、中村。ホークス1点リードで迎える2回の攻撃です。西さん、まずはリードを広げていきたいですね。まだ1点差ですしね、この辺りで追加点が入ると理想的なんですけどね。そうですよね、相手にプレッシャーをかけておきたいですね。2球目は何で来るか。緩いボールを持ってきました。次が3球目。打ちました。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。バッターは7番に入っている松田。まずはワンアウトを取っています。切れていきます。ファウル。外外れてボール。
高めに決まりました。ワンボールツーストライクと追い込みました。打った、センターに大きな打球、伸びていく、どうだ、どうだ、ボールはそのままフェンスに直撃。バッターランナーは二塁到達、ランナー出塁しました。ワンアウトランナー二塁となりました。まず何を投げてくるか。